フィリピン政府は昨日、南シナ海のアユンギン礁のフィリピン軍の拠点に物資を届けようとした補給船が中国海警局の艦船に放水砲で妨害され航行不能になったと発表しました。別の補給船も中国の海上民兵の船に衝突されたということです。これに対し中国側はフィリピン側が不法侵入したと発表しました。